札幌菊水にあるアトリエ森彦の本部。この日行われていたのはスタッフ向けの研修。教えるのは市川代表本人だ。新たな仲間が加わると必ずこれまでの会社の歩みや自らの思いを伝える。自分たちがやっぱりそのなんだろう、時代をその作っているさ、その、まあ、渦中にこれから入るっていうその自覚をやっぱり持ってもらいたいから、世の中の価値観に乗るんじゃないんですよ、価値観を想像するんです。それをちょっと感じてもらえたらなと思ってこの話したんです。丸山に1号店ができたのは1996年。グラフィックデザイナーだった市川代表が当時働いていたデザイン事務所そばの古い空き家を借り自ら改装した。2階の一部は吹き抜けにし、客がコーヒーを飲みながら下の厨房の様子を眺められるように、黒電話や足踏みミシン、レトロな雰囲気にこだわり、アンティークの家具や道具を探し出して配置した。外壁にはツタをはわし、木漏れ日が差し込む演出も。森彦ってやっぱりそのいつ誰が来るかわからないということですね。一期一会という言葉があるんですよ。一度きりしか会えないんだったら、今まさにこの人と対峙してるこの時間を大切にしたい。客の多くは森彦独自の空間を味わおうとやってくる。こだわりの空間を作るには新たな価値を創造できる人の力が欠かせないとする。味にはこんな特徴が。甘さとコクがきちんと際立ったしっかりとした飲み応えのある深いコーヒー、何回飲んでもいつ飲んでもこうホッとできるというか。イタリア製の大型の焙煎機を導入。店で出すコーヒーはすべて自家焙煎する。豆はコロンビアやエチオピアなど世界各地から厳選したものを使う。定番は深入りのコーヒーだ。気温湿度の変化っていうのも味には影響が出てくるので、そういった部分は確認しながら、微妙にこう同じ深入りでも温度の調整だったりとかっていうのはしてます。そんな森彦、今でこそ一月に4000人を訪れることもあるが、創業当初は客が訪れず苦労したという。しかし空間作りにこだわり抜いた結果、いつしか口コミで評判が広がった。将来コーヒー屋やるかグラフィックデザイナーとして続けるか、まだ逡巡してて ですけども少しずつ少しずつなんか運転なんかほっといたらどんどんお客さん増えてきたな。いやこれどうしよう。ある時思い切って2号店作ろうと決意した時から後にも引けない事業のスタートです。2号店を中央区の市電通りにオープンさせたのは2006年。翌年会社を法人化し、株式会社アトリエ森彦を設立。その後も口コミで客は増え、毎年のように新たな店舗を出した。ホテルに併設したコーヒーショップや公共施設の中に設置したカフェなど業態は様々。売上は23年前から右肩上がり。総額は非公開だが、創業当初に比べるとおよそ140倍増えた。従業員数は100人に上る。そして率いる市川代表にはこんな一面もあった。やっぱりフィッシングっていうのは魚相手だから、自分の理屈だけではいかんともしがたいですね。これが実に商売にそっくりで、でも一応ちゃんと仮説は立てるわけですよ。毎回同じ結果が出るんだったらそれは理論になるんだけど、なかなかそうはいかない。これがビジネスと全くそっくりです。アウトドアが趣味の市川代表、釣り好きが高じ、夏場は週の大半をこうして過ごす。でもここでずっと仕事の会議してます。できるからね、この釣りは、この釣りはボートの釣りはずっと仕事できるんです。で釣れた時はちょっとごめん待ってて、あ
遊べない人間が仕事だけできるというのは嘘だと思って、徹底的に遊ぶっていう、まず自分の魂を喜ばせないと。ふと表情が変わった。ちょっときたぞ。いい引きだね。来ました。でかいよ。はい、すごい。ねえ、いいでしょ、いい方でしょ。趣味のアウトドアに没頭することで、ふとした瞬間にアイデアが浮かんだり、課題の突破口が見えたりするという。市川さんにとってはこれも仕事？もちろん。何も考えないでボワーッとプカプカこの湖に浮いてると気持ちいいですよ。だからそんな時に限ってポンとこう今まで悩んでたことが解決するんだよな。出社するのは月に数回だけだ。会社に行かないわけじゃないですけれども、積極的に会社に行くってことはあえて控えてるってことです。あえて会社に普段いないと自分たちで考えるなんですよね。当店の一番人気が薄餅というホットケーキでございます。3枚と5枚からお選びいただけまして、トッピングが11種類の中からお選びいただけますので。ひらがなの森彦。おととしオープンした新業態だ。看板メニューはみりんや醤油を使った和テイストのパンケーキ。特製バターやラムレーズン、くるみあんなどをトッピングできる。こうしたメニューの多くは従業員のアイデアだ。パンケーキは1100円、コーヒーをつければ1680円と安くはない。それでもランチタイムの客足は絶えない。一体どうしてなのか。適正価格ですよ。つまりその安価なサービスっていうのは、それを追求したらそこはその不毛地帯なんですよ。それよりもむしろ付加価値サービス、どうやったら1円でも10円でも高くお客さんが出してくれるかっていう、その付加価値を追求するっていう。そうじゃないと日本という国自体がブランド論から言うとダメな国ですよね。値段を下げたら離れていくんですよ。そこの値段設定にやっぱり空間っていうものも入ってる。もちろんです。極めて重要なプレゼンテーション装置ですよね。ここでも重視するのは空間。こだわりの空間が提供する商品の価値を高める。安易な安売りは人を呼び込むどころか、人が離れていくことにつながると考えている。洗練された空間作りとこだわりのコーヒーでブランド力を磨いてきた森彦。その DNA を受け継いだ人たちが各地にいる。札幌市北区で3年前にカフェを開いた岡本クレハさんもその一人だ。と丸2年間、はい、いました。少人数で回す時のオペレーションの感覚だったりとか、原価の計算だったり人件費だったりとか、数字だけだったらまあ全然机上で学べるんですけど、実際こう人と関わってこういうふうに動かしてみたいなのとか、本当に入りたての時にお店開きたいんですみたいな話をした時に、なんか頑張れみたいな感じで普通にみんなに言ってると思うんですけど、全然応援してくれるような感じです。岡本さんのような森彦出身者は札幌を中心に全道各地に散らばり、その数はすでに10人に上る。で、僕は経営はその焚き火と一緒だってこう言ってるんです、ね。お金のある企業はそこをそのガソリンぶっ込んでもう燃やそうかみたいなことでバーンと一瞬炎上して大人気なんだけど、すぐ沈下すると。コーヒー屋のやっぱり仕事の醍醐味っていうのはね、やっぱり真っ当な商売をコツコツやってると、毎年毎年そんなすごい急激な成長はないにせよね、着実にお客さんがやっぱ増えてって、企業としても成長するっていう。今後目指していく方向とは？それは企業秘密だよな。森彦にとってやっぱり作ってよかったっていう店舗ですよね。つまりいろんなその飲食店のその常識みたいなものを変えていけるようなその店舗作りっていうのをこれからやっていかなきゃいけないなと思ってるんですよ。ではコメンテーターを紹介します。北海道大学の平本先生です。よろしくお願いします。3
札幌新陽高校校長の明石さんです。よろしくお願いします。さあではですね、まずこちらをご覧いただきましょう。総務省の家計調査によりますと、市町村別のコーヒーの支出金額の平均なんですけれども、うん、1位は京都市、2位は滋賀県の大津市なんですが、そこに続く3位が札幌市ということで、うん、札幌市民はたくさんコーヒーを飲んでいるということなんですよね。森彦さんがじゃあ相当引き上げたんじゃないですか、札幌のもあると思いますし、はい、他にもやはりですね、名前を聞けばピンとくるというコーヒー店多いですね。多いですよね、確かにね、はい、はい、ということで、ではその森彦の特徴というのは何なのか、うん、今一度専門家に伺ってみました。始めていくと必ずびっくりさせられる。彼の前は1軒ずつ違うから、創生スクエアの時もこれが森彦なの、面白いな、おしゃれだなって、やっぱりデザイナーだからああいう感覚ができるんじゃないですか。そうなんでしょうね、うん、チェーン店でありながら全部個性的って珍しいよ。ということで、うん、市川代表がデザイナー出身ということも森彦の成長の鍵になっているという見方なんですよね、うんうん、なるほど。市川社長がおっしゃっていた、うん、付加価値を取りに行くっていうところはとても重要ですよね、うん、これ時々私いろんなところでお話してるんだけれども、はい、売上高を追っかけていくと利益率がおろそかになっちゃうことあるんですよね、うん、そうじゃなくてやっぱり同じ1億円売り上げて手元に100万円利益が残るのか1000万円利益が残るのかで随分ビジネスとしては違うわけで、だからその付加価値を求めて高い利益率、まあ、利益そのものを増やしていくっていうような発想っていうのが、そのこのポストコロナのですね、まあ、北海道のあるいは日本の飲食だったり観光だったり、あとそれ以外のビジネスでも重要なんじゃないかと常々思っているんで、その意味で社長のおっしゃっていたことは私もその通りだと思った。一番冒頭の VTR でこのこういうものを作りたかったってこうはっきりおっしゃっていて、かなりこう作りたいものをイメージされながらそれを具現化していて、で職員の方にも直接研修されてましたよね。なんかその自分の思いみたいなものがかなりこう具体的に市川さんはあるのかなと思って、それをこう形にするっていうところ結構参考になるなと思いました。磯田さんもよく行かれるんですって。そうなんです。コーヒーって嗜好品ですけれども、なんかその嗜好の道をこう極められてるような気持ちになる、あの空間が心地よくて。いやもうざっくり何が一番魅力なんですか、森彦の。なんかこうそこにいる自分が贅沢だなって思うんですよ。その時間だったり、この過ごし方をしている今日は贅沢な一日って思えるデザインされてるんですね、きっと代表に。森彦でコーヒー飲んでることにちょっと優越感を感じる。そう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 です、そうです。やられましたね。僕旭川晴れてって、もう小さなお店、7坪のお店で同じ条件、同じなんていうかなコンセプトでやってるんですけど、25の経営者がいて、まあ、それぞれいろんな属性やってるんですけど、実はねやってみて売上が10倍差が開いてるんですよ。1位店舗から第25位まで。ですごく今日市川代表の話を聞いて感じるのは、やっぱりね売上上位のお店で飲むビールは、会で飲むビールとは全く違う。同じ価格なんで、アルコールは同じ価格なんだけど、やっぱり上位店舗で飲むビールってもうまさに付加価値が違うなと。そういったなんていうのかな、やっぱ各店舗が持っているいいお店であればあるほど哲学を感じる。本当、今日の市川代表の話はすごく僕はもう胸に刺さりましたね。まあ、今日のあの旭川晴れての出店者は全員見てもらいたいなと個人的に思ったぐらい。だから逆に言うと、もっとその個人でやってるお店のいっぱいあるじゃないですか。今日は本当神回だなというふうに感じました。